はい、皆さんこんにちは。2回目ライブ YouTube、こちらレッドステージになっております。この時間はですね、住友電工の、谷村様にお越しいただいております。本日どうぞよろしく お願いいたします。よろしくお願いいたします。住友電工人事部人材採用部の谷村と申します。本日はよろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。はい、前回も昨日というかさっきもですね、見ていただいた方たくさんいらっしゃるかなと思いますが、会社説明 Q&A の35分間でお届けしてまいりたいと思っております。で、学生の皆さんはですね、こうチェックインボタンというところをチャット欄に流れておりますので、こちらを忘れずにというところと、質問のところもですね、先ほどもかなり来ておりましたので、私も追い切れなくなってしまうので、なるべく早くいただけた方がですね、優先して、質問投げやすいので、ぜひぜひ質問待っております。それでですね、進めてまいりたいと思うんですけれども、はい、会社説明に移る前に、谷村さんの方から一言ですね、こんなところを伝わればいいなとか、魅力もたくさんあると思うんですけれども、ぜひ最初、はい、言っていただいてですね、会社説明の方に移っていただければと思っております。はい、ありがとうございます。皆さんおはようございます。今日は朝早くから当社の紹介にお集まりいただきありがとうございます。私も今入社2年目になったばかりの社員にはなるんですけれども、住友電工での働き方とか会社について少しでもいっぱい伝えられたらなと思いますので、今日は短い時間ですがどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。学生さんと近い立場というところもありますので、ぜひ、社会人の先輩としてですね、会社説明いただければと思っております。はい、はい、では画面共有準備できましたら、早速、説明の方に移っていただければと思っております。はい。では、早速ですが、今から15分程度で私の方から会社説明をさせていただきます。まずはじめに軽く自己紹介をさせていただきますが、人事部人材採用部採用企画グループの谷村と申します。こちら経歴ということで、まだ2年目なのでそれほどの経歴でもないんですけれども、昨年の2021年4月に入社して、その後4月から約2ヶ月ほど新入社員研修を行いました。それで6月以降仮配属、そして今現在まで採用の仕事を担当しているということになっております。で、学生時代はですね、ちょっと左側の写真になるんですけれども、結構海外旅行とか国内関わらず旅行をよく行っていたり、あとテニスが好きだったので趣味で行っておりました。また当社の新入社員の方に入っていただく左側課寮というところにはテニスコートもあるので、よく定時後同期とテニスしたりしていました。で、そうですね、右は入社後の同期との写真になっております。下の方はちょうど横浜製作所での工事を実習中にちょっと足を伸ばして富士山の方まで行った時の写真になっております。このように結構同期との仲も非常に良くてですね、オンラインの、私もちょうどオンライン世代というものにはなるかなと思うんですけれども、今でも休日あったりとかよく遊びに行ったりしているので、はい、とても同期の仲はいいかなと思います。では自己紹介は以上でさせていただきまして、本日の流れの紹介にします。本日このような6つの中の流れで進めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ではまず早速ですが、住友電工とはということで、当社のことを皆さん知らない方もまだたくさんいるかなと思うので、ざっと説明していきたいと思います。まず当社の概況をお伝えすると、こちらのスライドの通り、2021年度の売上高は3兆3600億円程度ということで、3兆円規模、国内最大手の非鉄金属メーカーです。海外の売上比率も約6割、世界約40カ国、約400程度の拠点を構えています。また、グローバル連結で28万人以上の従業員を擁し、グローバルに事業を展開しています。また、女性活躍推進や子育てサポートに関する取り組みを積極的に行った結果、エルボシやナデシコ、プラチナクルミなども取得している会社となっております。当社には5つの事業分野があり、皆さんの生活を根底から支える製品群を有しておりますが、詳しくは後ほどご紹介します。続いて、B2B メーカー、業界の紹介に移りたいと思います。まず、住友電工の業界での立ち位置についてですが、私たちは B2B メーカーです。製造業の立ち位置はよく川の流れに例えられますが、私たち川中メーカーは川上メーカーである原料メーカーから原材料を仕入れて部品や素材を製造しています。主な顧客は川下の電力事業者、通信事業者、自動車メーカー、総合家電メーカーなど、最終製品を消費者に届けている会社になります。
あまり表には出てきませんが、陰で社会を支えている、そんな役割を担っています。また、こちらが当社のクライアントの例ですが、先ほど最終製品を消費者に届けている会社とご紹介した通り、完成車メーカーさんや電力会社さん、中古メーカーさんなどが挙げられます。また、業界内での立ち位置ということで、非鉄金属業界に属しておりますが、メーカーといっても鉄鋼メーカーであったり化学メーカーなどこれらのさまざまなメーカーございますが、字のごとすく非鉄ということで鉄以外の金属を扱っているというような業界になっております。また業界の魅力を紹介させていただきますと、まず幅広いクライアントに製品や技術を提案し広く社会に流通することで大きな影響力を与えられる点があります。また既存の製品技術だけでなく、研究開発によって技術力を高め、新しい価値を提供しています。そして営業は単に製品を売るだけではなく、クライアントの課題をヒアリングし、その課題を社内に展開します。事業部は課題解決に向けた製品開発を行って、営業と事業部が一体となってものづくりを行っています。この影響力の大きな仕事ができること、技術力で勝負できること、営業と事業部が一体となったものづくりができることが B2B メーカーの魅力です。次に非鉄金属業界の魅力として、まず金属の強さや硬さ、導電性、耐熱性といった様々な個性のある金属を取り扱っている点にあります。私たちはその特性を生かした製品開発を行ったり、様々な金属を組み合わせることによって新たな特性を引き出すなど、日々この技術力を高めています。今後も技術開発の余地が大きく、ますます発展できる点が非鉄金属業界の魅力になります。それでは非鉄金属業界トップの当社の事業内容について説明していきます。当社の創業は1897年と古くなっております。住友信託上の電線製造に始まり、スタイル技術を確認、多角化を推進してきました。そして自動車、情報通信、エレクトロニクス、環境エネルギー、産業素材へと事業を展開しています。事業がいろいろあることが強みということで、ここからは当社の5つの事業分野について詳しく見ていきたいと思います。まず1つ目、自動車分野です。当社の主力製品であるワイヤーハーネスは世界シェア第1位です。世界中の車の4台のうち1台に住友電工製のワイヤーハーネスが搭載されています。ワイヤーハーネスとは写真にも載せておりますが、車の中に張り巡らされている電線のことを言いまして、自動車を高度に制御するための電力と信号を確実に行き渡らせる車の生命線とも言えます。人間の体に例えると血管、神経の役割をしているものになるので、車に欠かせない部品です。続いて2つ目、情報通信分野です。ここでは光ファイバー、光ケーブルを紹介したいと思います。写真ではキラキラしていますが、これ石英ガラスで作られていて、一本一本は髪の毛ほどの非常に細い繊維状のものですが、これを束ねると大容量の光を通すケーブルになって、インターネット通信に用いられているというものです。当社の光ファイバー、光ケーブルは伝送損失の少なさで世界記録を更新していたり、大容量という点で世界トップクラスの技術力を有しています。当社はこの光ファイバーをはじめとするさまざまな製品を有しており、5G をはじめとした高速で大容量の通信インフラを支える一端を担っています。続いて3つ目、エレクトロニクス分野です。こちらはフレキシブプリント回路を紹介しておりますが、薄くてペラペラと折り曲げられる製品になっております。折りたたみ式の携帯に世界で一番に採用されたのが当社のフレキシブルプリント回路で、今でもスマートフォンやパソコンといった機械の部品の間を塗って回路をつなぐことで、多くの電子機器の小型化、高機能化に貢献しています。そして4つ目が環境エネルギー分野です。当社は発電所で発電した電力を運ぶ送電から、家庭に届けるような配電まで電力インフラを支える電力ケーブルや電線を研究開発から製造、敷設工事まで一貫して手掛けています。写真は超高圧の電力ケーブルになりますが、こういったケーブルが電力の基幹系統には使われており、例えば本州から発電所のない離島に電力を送ったり、海外であればイギリスとベルギーをつないでいたりとインフラの役割をしています。また洋上風力発電のプロジェクトなどにも参画しており、再生可能エネルギーの普及を推進しています。そして最後に5つ目の産業素材分野です。電線やケーブルの製造技術を基盤として培ってきた材料の技術を生かして、
超硬素材というとても硬い素材を開発しています。こういった材料の技術を利用し製造しているものを切ったり削ったりするときに使われる切削工具や検索工具は世界中のあらゆるものづくりを支えています。また PC 鋼材は大型の橋や高架などコンクリート建造物の補強材として使われておりまして、土木建築の分野を支える重要な製品といえます。はい、ではいかがでしたでしょうか。当社はこれら5つの事業分野で優れた製品サービスを提供することにより社会の発展に貢献するグローバルカンパニーです。製品を通じてその事業の広がりを実感いただけたのではないかと思います。では続いてここからはどんな仕事ということで、ものづくりの流れと職種についてご紹介していきたいと思います。まずこちらがものづくりの流れと職種を図式化すると、今画面でお見せしている通りになります。青色が技術系職種、ピンク色が事務系職種を示しています。まず技術系職種ですが、はじめに研究がありまして、新規事業を創出するために材料や製品の開発をします。そしてそれを顧客のニーズに合わせて実際に設計、量産化するのが事業部門になります。また生産技術本部で工場の立ち上げや生産技術の支援をしています。次に事務系職種では、主に3つの部門があります。1つ目が事業部門、2つ目が営業部門、3つ目がコーポレートスタッフ部門になっております。はじめに事業部門ですが、当社の5つの主要な事業である情報通信、環境エネルギー、エレクトロニクス、自動車、産業素材の5つがあります。次に営業部門ですが、情報通信と環境エネルギーの製品を取り扱う社会システム営業本部、エレクトロニクス製品を取り扱うエレクトロニクス営業本部、自動車部品を取り扱ったり産業素材を取り扱ったりする各営業部門があります。最後にコーポレートスタッフ部門ですが、人を取り扱う人事部や研修や教育を取り扱う人材開発部、お金を取り扱う経理部などが挙げられます。営業担当者は事業部と一体となって顧客ニーズを満たす製品を提案します。次に企画業務の担当者は事業の業績管理を行ったり事業戦略の立案を行ったりしています。そしてコーポレートスタッフ部門の担当者は専門的な知見でこれらの事業をサポートする役割を担っています。はい、先ほどもご説明した通り、当社世界約40カ国に400の拠点を構え、グローバルに事業を展開している会社です。住友電工の仕事の魅力をまとめさせていただきますと、幅広い事業と幅広い職種があること、海外に関わるチャンスが豊富であること、若手から責任ある仕事が任せられて成長ができることです。そして5つ目、これからその他の情報ということで、福利厚生や教育についてもお話ししたいと思います。まず、こちら、独身寮も充実ということで、衣食住に関しては、こちらがそうですね、新入社員の寮方に入っていただく寮になっております。左上にひばりが丘寮と写真ございますが、こちらも私、昨年まで入っておりました。比較的きれいで、食堂があったり、大浴場が完備ということで、利用しやすい量ではないかなと思います。一緒に同期と住むことでこちら絆も深まって仲良くなれる環境かなと思います。また右下には横浜製作所の食堂の写真載せておりますが、このように各拠点に食堂も用意しております。また続いてワークライフ支援制度で言いますと、育休産休時短勤務はもちろんですが、各拠点の近くに会社が運営する託児所もございます。また最近話題のところで言うと在宅勤務制度ということで、我々コロナになる前からこういった制度を取り入れてまして、今も積極的に取り入れていただいております。そして続いて教育研修体系ですが、 SEI ユニバーシティということで300以上の研修コースで社員の皆さんの成長を支援しています。例えば入社時の研修であったり昇進時の研修など決まったものがあるんですけれども、それ以外にもオンラインや e ラーニングで皆さんに受けていただける研修もございます。では最後にインターンシップ情報ということで、こちらも少しご紹介させていただきます。まずはマイページの登録をお願いしますということで、 QR コードも載せさせていただいております。当社では8月9月でインターンシップを開催予定です。技術系理系向けは2から 3days インターンシップ、文系向けに 3days インターンシップを実施します。また詳細は決まり次第6月頃からマイページにご案内します。
少しだけご説明させていただくと、事務経営に関してはグループワークを予定しておりまして、投資計画立案ワークであったり営業体感ワークを予定しております。また技術系についても新技術の検討のグループワークであったり、また事務系技術系ともそれぞれ社員との座談会も予定しておりますので、これらのインターンシップを通して住友電工の魅力働き方をより理解いただけたらなと思います。本日のこの紹介を聞いて少しでも興味を持っていただいた方はぜひこちらからよろしくお願いいたします。では以上で私の方からの会社紹介を終了させていただきます。ご清聴ありがとうございました。はい、谷村さん、ご説明いただいてありがとうございました。ありがとうございました。はい、学生の皆さん、最初の自己紹介スライド若干乱れあって失礼いたしました。ここから今途中から全く問題なかったと思いますが、ここから Q&A の方にも移ってまいりたいと思いますので、学生の皆様質問の方、どしどしお待ちしております。はい、ではですね、いろんなところを紹介いただきましたが、まあ多分御社の社員さんは謙虚な方が多いんじゃないかなと思ってまして、売上3兆円をさらりと、言うっていうところで、多分国内で見ても僕パッと調べたら35位ぐらいだったので、はい、それぐらい大きい規模かつグローバルでやられてるっていうところで、はい、そんな企業さんなかないんじゃないかと思っておりますので、はい、ぜひ、そういった、詳しいところもですね、この後深掘っていければなと思っております。はい、よろしくお願いします、はい。よろしくお願いします。ではですね、早速質問いただいておりまして、アンニュイさんからですね、多分、御社は今こうトップクラスというか、はい、業界トップ、かつグローバルに戦ってる、っていうチャンピオンだと思っておりますが、今後5年とか10年、ちょっとこう中期的なところで、はい、まあ、どんなこう事業戦略だったり、こうビジョンだったりを、はい、まあ、今後どんなところでこう勝負されるのかなというところを質問いただいておりますが、将来の部分っていかがでしょうか。はい、ありがとうございます。そうですね、特に今後10年力を入れていこうと考えているところで言いますと、モビリティ、エネルギー、コミュニケーションという3つの領域があります。こちらの当社ではモエコと略して呼んでいるところでもあるんですけれども、こちらで特にこれから先ほど紹介したケースであったり自動車とかそれぞれ変革が行われていく中で、当社の中の事業分野5つを組み合わせて、それぞれ特にモビリティ、エネルギー、コミュニケーションの事業分野で新たな技術であったり皆さんにより良い暮らしを提供できるものを作っていきたいなと今、はい、今後10年取り組んでいくところになります。うん、なるほど、ありがとうございます。なんか コミュニケーションというとなんか御社のビジネスからかけ離れているような感じに思いますが、実際どんなことをされるんですか。そうですね、情報通信部門とかで言いますと、そうですね、コミュニケーションも関わってくるかなと思うんですけれども、例えば自動車の中で将来的にモビリティエネルギーのところで言いますと、ちょうど快適、自動車が快適な空間になると言いますか、ちょっと紹介しますね。あ、ありがとうございます。はい。IoT 技術みたいなところの入り口の部分ですかね。そうですね、具体的な本日画像とかないんですけれども、例えば将来的に車で映画鑑賞ができて、多目的ルームになって便利な生活ができるであったり、はい。そうですね、例えばクラウドにつながるロボットによって新たなサービスの実現に貢献できたりとか、そういった部分がコミュニケーション分野で想定しているところになります。なるほど、いや一つとってもいろいろやれること多いですね。そうですね、はい、なるほどなるほど、ありがとうございます。ですね、多分分質問のところで、そういった新しい分野にチャレンジしていくっていう観点で、この新規事業についてもお話しいただいてまして、この文系の方、あ、ごめんなさい、ですね、あ、新規事業の創出に文系の職種の方が関わることは難しいですかって質問来てるんですけれども、なんかどういうふうにこう新しいプロジェクトが始まったりとか、何してそこに関わる人ってどんな人なのかっていうところをちょっと補足いただきたいなと思っております。はい、ありがとうございます。確かに実際に研究開発を行うのはその技術系職種の方にはなるんですけれども、当社の営業は事業部と一体となった営業になっておりますので、まず営業担当者が顧客の課題であったりニーズを聞き出して、それを持ち帰って事業部であったり研究開発部門と検討することになりますので、その事務系職種の営業の方の課題発見というのがとても重要なところになってきます、うん、なので事務系であっても新規事業の開発につながる課題を聞き出すこともありますし、とても
関わっていける環境にはあるのではないかなと考えております。なるほど。そうですね。なので技術力からスタートするビジネスもあれば、やっぱ顧客の課題っていうところを事務系が見つけて、そこからこうビジネス化するっていう、この2つのケースが考えられるということですかね。はい、そうですね。はい、そのようになっております。ありがとうございます。で、仕事のところでグローバルについても質問いただいてまして、ですね、海外で文系がこう関われるのはどのようなこう職種なのでしょうか。やはり営業がメインなのでしょうかって質問いただいてますが、こちらいかがでしょうか。はい、ありがとうございます。どのような職種かと言いますと、もう本当に全ての職種ではないかなというところになるんですけれども、もちろんその営業職種でやったらその海外駐在をすることも皆さんイメージされている通りかなとも思うんですけれども、営業職種だけでなくても、例えば私のような人事やっても海外の拠点でそのマネジメントを行うために人事として駐在されている方もいますし、実際にそうですね、入社私の上司とかになりますと、もう結構年次が上に行くとほとんどの方が海外経験を駐在を経験されていたりということで、営業だけに限らず事務系職種、まあ、もちろん技術系職種もですね、こうその海外駐在とか出張とか関わる機会はとても多いのではないかと、はい、思います。なるほど。実際に海外駐在ね、出張する方どれぐらいの割合いらっしゃるとかってデータであったりされるんですか。そうですね、現時点に常に500名程度は駐在しているといったような状況になっております。あ、常に。へえ、はい、そうですね、はい、そういうことですね。ってなると割合でいうと、ごめんなさい、御社の社員数がめちゃめちゃまあグローバルでたくさんいるってのはそうですね、ちょっと割合でパッとすぐには出てこないんですけど、まあ、常時ですもんね。そうですね、はい、まあ、もちろん数年間では入れ替わると思うんで、ってなると確かに一定割合はいるっていうのは、ありがとうございます、イメージできました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。でですね、そうですね、経営企画、まあ、ちょっと多分このどういうふうにキャリアパスが進んでいくのかっていうところのイメージがですね、多分、ついてないのかなと思うんですけれども、まあ、経営企画にこう関わりたいっていう、こちらまた文系の方なんですけれども、はい、なんかそうですね、そういうジョブローテーション含めて、ないしそういう機会がそもそもあるのか含めて、御社に関してのこうキャリアみたいなところをもう少しこう、詳しくご説明いただくするといかがでしょうか。はい、はい、ありがとうございます。そうですね、事務系職種のキャリア、ジョブローテーションについてご紹介させていただくと、当社のキャリアパスについては、まず事業部門と営業部門の方からご紹介させていただくと、事業部門、営業部門に配属された場合は、事業部門で生産管理や企画業務を経験したり、営業部門で国内営業や海外営業を経験しながらキャリアを積んでいくといったローテーションになっています。なので営業しながらお客さんが海外から国内に変わったりとか、そういったようなローテーションがあるかなと思います。うん、なるほど。一方、はい。はい、そうですね。で、一方、私のようなコーポレートスタッフ部門につきましては、部内の中でそのスペシャリストを目指していくというようなローテーションが一般的になっております。なので、私であったらその人事、例えば今採用なので、採用から次、例えば製作所の人事に移動したりとか、例えば労政関係を扱う人事に移動したりとか、そういうローテーションはあるんですけれども、私が営業になるといったような、そういうような部を超えたローテーションは特にコーポレートスタッフ部門の方ではあまり行っていないのが現状になっております。うん、なるほど。それはこう職種別採用されているのか、もしくはこうどっかのタイミングでこうコーポレートやりたいというと、そういったキャリアが形成されるのかというと、どういうふうにこう決まっていくんですか。そうですね、職種別採用は事務系に関しましては現在行っておりませんでして、うん、まず入社時点では皆さんが例えば本選考とかで面接とかの際には、その職種をその場で希望職種は伝えていただいたらいいんですけれども、はい、実際に決まるのは入社後になっております。うんうん、またその決まり方としては、4月ぐらいに配属希望調査というものを行いまして、それで第3希望まで配属希望を伝えることになります。そしてその後配属面談という面談を通して、本人の希望であったり適性とか部門のニーズとかを踏まえて、入社後に職種が決まっていくような形になっております。なるほど。ちなみに谷村さんはいつこう人事だったりコーポレート部門に興味を持って志されたんですか。はい、ありがとうございます。私はですね、就職活動の時から実は人事と言っておりまして、はい、そうですね、なのでちょっと珍しい
こうかなとも思うんですけれども、うん、でもあの就職活動の時と入社後の時で別に一致していなくても多分心変わることはよくあると思うので、うん、そうですね、はい、あの変化しても全然問題ないんですけれども、私は特に心変わりがなかったので、うん、入社後の希望も人事で出して、それで実際今人事担当になったというような流れになっております。そうですね、はい、なるほど、ありがとうございます。ちなみにあの事務系の方の、ご質問多かったですけども、MT さんがですね、技術部門に関しても、キャリアパスというか、そもそもこう移動があるのかとか含めて、どんなこうキャリアパスがあるかっていうのをご紹介いただきたいですと質問いただいてます。ありがとうございます。そうですね、技術系に関しましては、あの先ほどご紹介した配属部門で言いますと、事業部門であったり、研究開発部門、コーポレートスタッフ部門というような主に3つがあります。でその配属される人の割合をまず先にご紹介。ありがとうございます。だいたいそうですね、事業部門がだいたい約6割と多くなっておりまして、それで研究開発部門に配属される方が約3割、そして最後のコーポレートスタッフ部門の生産技術本部が約1割といったような内容になっております。そしてそのはい、そうですね、その中でのローテーションということですが、やはりその実際に初め配属されて研究の方はやはりその研究でキャリアを歩まれることが多くなっていたり、例えばその事業部門の方も事業部門でキャリアを歩むといったようなローテーションといいますか、そうですね、そのような流れが多くなっております、うん、なるほど、はい、職種のその研究、事業って形で職種ごとのこう移動ってところは少ないものの、こう事業をまたいだ移動みたいなところはあるって感じですかね。そうですね、その基本的にはやはりその職種の移動、事業間の移動も多いかと言われると多くはないかなとも思うんですけれども、うんうんうん、決してないということはございませんので、なるほど、もし何かそのそういうところも移動したいとかそういう希望があったら、それも上長に伝えていくことで、はい、大事かなと思います。そういうことですね、はい、確かにこう世界でこう戦っていくためには一定こう技術力の知識だったり技術力だったりこう深めていかないといけないという観点で基本的には移動はないものの、まあ、そういった、変化があれば上司に伝えてこういろいろ調整していくんですね、はい、これも現時点の話なので今後、うん、はい、どうなっていくかはこれからのところかなと、はい、思います。なるほど、ありがとうございます。ちなみにこう御社で、活躍している方のこう特徴だったり、どういう方が活躍してますかという質問をいただいてますが、こちらいかがでしょうか。ありがとうございます。そうですね、当社で活躍している人の特徴で言いますと、そうですね、まず大きなものとしてやっぱり自分の考え、やりたいことをしっかり持たれている方かなと思います。やはりその弊社はあの先ほどもお伝えした通り、その若手から仕事を任せられるというのがこう社風の大きな社風になっておりまして、やはりその若手であっても自分が何をしたいのかどうしていきたいのかっていうのはよく聞かれるところであるので、やっぱり自分の意見をしっかり持ってどうしたいのかっていうのが伝えられることがとても大事かなと思います、うん、なるほど、はい、これは分離とも共にって感じですか。そうですね、例えばその事務系であれば1年目から私の同期でもすでに海外の顧客主担当になっている子もいますし、また例えば技術系であったら1年目であってももう研究テーマが与えられていたりと、とても裁量と大きな仕事を任せられる環境にはあるかなと思いますね。うん、なるほど、確かにそれは主体的に自分で考えて行動しないと、はい、活躍すらできないですね。確かに。いやでもそうですね、でもあの任されるだけではなくてそのサポート体制も整っておりますので、例えば私でやったら今ちょうど1年目の時 OJT の先輩がおりますので、うん、その方と OJT 対応を定期的に行ったりとか、その先輩や上司もあの質問したら非常に優しく答えてくれますので、そのような任せて終わりではなくてちゃんとサポート体制も整っておりますので、そこはご安心いただければなと思います、うん、ありがとうございます。あの谷村さんについての質問も出まして、どんな就活塾で行っていて最後なんで御社に行ったのかというところ質問いただいてますが、うん、どうですかね、ちょうど 2,3 年前、はい、細かいところあれですけども、いかがだったりしますか。はい、ありがとうございます。そうですね、私も数年前まで就職活動を行っていたので皆さんとまだ距離は近いかなと思うんですけれども、うん、私の就職活動はですね、軸としてはやはりその主に3つございました。1つ目がやっぱりその事業
内容への興味関心といいますか、例えば幅広く社会に貢献できるかっていうところと、2点目があとグローバルに活躍できるかっていう点です。で、3点目があと社風に魅力を感じるかというところを、はい、軸にして活動しておりました、うん、それでなぜ弊社を選ん最終的に決めたかというところでは、まあ、軸に合っていたというとそれなんですけれども、例えば事業内容、5つの事業分野を有しているので、その例えば5つあるので、どこかの事業がちょっと業績振るわなかったとしても他でカバーできたりとか、そういうリスクヘッジができたりであったり、また素材という、素材川中のメーカーというのはとても汎用性の高い製品が多いので、やはりその街中を歩いていたらどこかで弊社の製品を見かけるとか、結構広く社会を支えているといった点が魅力かなと思いました。で、また最終的な決め手としては、その社風にもつながるんですけれども、その例えばインターンシップとか専攻課程でお会いした社員、先輩社員に魅力を感じたというところが最後の決め手になったかなとも思っております。やはりその弊社の社員、とても非常に誠実に面倒見よく、誠実に仕事に取り組んでおりますし、また就活生である私にも非常に面倒見よく誠実に向き合っていただいたので、私もこのような社員さんになりたいと思ったのが、はい、最後の決め手にはなったかなと思います。うん、なるほど、ありがとうございます。なんかインターンシップ以外でも社員さんと会える機会だったり、そういったものとかって今後あったりされるんですか？そうですね、結構その、まあ、インターンシップで座談会、弊社との社員との座談会用意しているっていうのもあるんですけれども、うん、その他例えば職種別の座談会とかも23年卒の方に対して、はい、実施しましたので、そういう座談会の機会を通して社員と会っていただける機会もあるかなと思います。なるほど、ありがとうございます。ちなみに谷村さんの、軸の中にもグローバルっていうところを、挙げていただいておりましたが、実際にこう、原田さんからですね、御社に入ってこう英語を使う機会はありますかって質問をいただいているんですけれども、はい、はい、まあ、事業部によって違うと思いますが、ここのところって実際中に入ってからこそ感じるグローバルっていかがだったりしますか？そうですね、ありがとうございます。やはりそのグローバル企業ということで、お客さんも海外の方であったり、コーポレート人事部であっても、その例えば海外との駐在員をサポートする部外もあるので、やはりその英語を使う機会は多いかなと思います。でも入社時に英語を求められる、英語力を求められるものではないので、その入社後も例えば私の先輩が受けていた英会話研修とかも、定時後に残業代としてお金をもらいながら、会社が用意された、英語研修などもあるので、お金もらいつつ勉強できるというのも、はい、制度もありますので、そこはご安心いただければなと思います。なるほど、すごいですね、はい、確かに。どうしてもね、ありがとうございます。じゃあ、ちょっと今、研修、福利厚生で出たので、最後、GG さんで、独身の大半の方が独身寮に入っているのでしょうかって質問をいただきます。いかがですか？はい、ありがとうございます。そうですね、結構、弊社の独身寮も充実しておりますので、まず私も現在新入社員寮は出たんですけれども、次の会社の寮に入っております。ですので、そうですね、光熱費込みで月家賃今のところ1万7000円ということで、すごい非常に、はい、そうなんですよ、もう。なるほどですね、はい、その辺の制度は整っているかなと思います。なるほど、いや、はい、ありがとうございます。具体的に教えていただいて、はい、ではですね、もうお時間も迫っておりますので、最後、学生さんの一言だったりインターンシップの告知いただければなと思っております。はい、ありがとうございます。では最後にもう一度先ほどご紹介させていただいたこちらの画面共有させていただきます。また夏インターンシップ、3デー複数日程のインターンシップと、またワンデーの事務系インターンシップも実施予定ですので、ぜひ本日のこのお話を聞いて少しでも興味を持っていただいた方は、ぜひこちらご応募いただければなと思います。こちらの複数日程を通して、実際の B2B 弊社の営業どのような仕事なんだろうとか、どのような投資計画を考えているんだろうとか、より具体的なところを知っていただけるかなと思うので、皆様からのご応募をお待ちしております。はい、では谷村さん、ご説明いただいてありがとうございました。では学生の皆さんですね、こうチェックインとアンケートの方、この後よろしくお願いいたします。
で、こっちですけど、次は JFE 庄司様にお越しいただきますので、またちょっと、B2B で違う側面を見れるかなと思いますので、引き続き見ていただければなというふうに思っております。はい、それでは35分間あっという間でございましたが、谷村さん、改めて本日お越しいただいてありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴いただいた皆様、ありがとうございました。ありがとうございました。学生の皆さんも、まずマイページいただいて、登録いただいてですね、はい、インターンシップと、はい、応募いただければと思います。本日ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ご応募お待ちしてます。